腹。奴は四天王の中でも最弱と解雇された俺、なぜか勇者と聖女の師匠になる。ナローゲイっぽい感じをギャグにしたギャグ漫画。主人公は魔王領の四天王最弱のクソザコナメクジということでサクッと放逐された後に、人類領でハーレムを拡張しつつ俺杖をするよくあるやつ。主人公は使用術のスペシャリストだが仲間の魔族がバカバカ亀をベラするので、そいつらの復活をするという境界みたいな雑用をしていたら、レベリングできないために最弱だという設定。序盤で放逐されるイベントで現在の記者会見みたいなところの描写があったり、車が出てきたりと現代ヨーロッパ風の文明と、放逐された後は敵対国家である人類生存権には言ったらチート王女と獣人の女勇者に懐かれるというイベントが発生したり、主人公がどれだけチートなのか?のイベント戦闘の描写が簡潔に、しかもわかりやすく書かれておりリモールトでね。大魔王ハドラーよろしく、魂が8個存在するロリ好きのカマセイムが出てくるのぜ。そいつを即死魔法で瞬殺するってシーンで、大体のお約束だと魂をストックしている奴が即死魔法の天敵ってお約束なんだけど、この漫画のこの主人公はそういうのじゃなくてチートですよ。って部分の描写を読者にわかりやすく読みやすく表現している部分がベネなのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。